何わ酒造有限会社は、大阪府阪南市に本社を置く、酒造メーカー。代表銘柄は、何わ正宗。諸毛古本家は、泉国姫郡石田村の出であり、諸毛古善士郎が、小崎村に移り住んで、松屋の称号で商いを営み始めた。教法元年には、諸毛本家から諸毛古善七が分家し、何わ酒造の初代となった。天保年間の古代の諸毛古善七は、 就高とされ、各所に田畑を所有するなど裕福となった。六代の重子善太郎は1889年に家督を継ぎ、1890年には大阪府会議員に就任した。1896年には尾崎銀行を設立して、頭取りとなり、二千国を生産して、何は正宗の名が広まった。1916年にはし子家の母屋を建築している。 8代の重子幸太郎は1927年に大阪高等工業学校醸造学科を卒業し、大阪国税局で官邸管理官を務めた。9代の重子善一郎は1953年に同志社大学を卒業し、1956年に何は酒造を継ぐと、大阪府酒造組合の幹事や近畿清酒青年、城友会の幹事などを務めた。 10代の茂子和弘は1984年から山梨県のワイン工場に勤務し、1987年に何は酒造に戻って日本酒の醸造に取り組んだ。2001年10月12日には、茂子屋、や住宅主や、茂子屋や住宅離れ、茂子屋や住宅表門、茂子屋や住宅名が登録有形文化財に登録された。創業時から一貫して、 手造業に取り組んでいる。大阪府の蔵元としては、最古の歴史を持ち、老舗企業として知られている。年間製造数は約1500国とされ、2011年時点ではその7割程度を普通種が占めていた。2012年12月には、同年の新種は普通種の製造を大幅に減らし、銀城関連の作りにほぼ特化したとされた。 2013年に発覚したラベル不正表示事件を機に、何わ酒造の商品は店頭からすべて回収され、顧客の8割を失った。しげこや住宅主や蒸気の10件が国の登録有形文化財に登録されている。全国新酒鑑評会では1989年に、清酒何にわさ宗が金賞を受賞しており、新酒研究会では2000年に、 銀城主聖主な庭正宗が優等賞を受賞している。2002年の全国新種官評会では、大銀城無神が金賞を受賞し、何は酒造としては二度目の受賞となった。当時は南部当時の佐藤勝郎であり、酒米には丹波笹山の山田二式を使用していた。2009年から2012年まで4年連続で、全国新種官評会で、 大銀城な庭政宗が金賞を受賞している。2003年には、モンドセレクションに、大銀城な庭政宗を初出品して、金賞を受賞した。2006年には、イギリスのロンドンで開催された、インターナショナルワインスピリッツコンペティションで、大銀城酒が、金賞、純米銀城酒が最高金賞を受賞した。平成14酒造年29酒造年、ありがとうございます。